いつもご視聴ありがとうございます。トラジオです。今回の動画は、えー、っと、山太郎さんが、あの、現地の視察を終えて、レポートをまとめておられます。えー、っと、ツイッターの方で公開されているので、ぜひもう皆さん呼んでください。本当に、すごく細かくね、知ってほしいと思うことを書いてはるんですよ。現地ではこうでしたよっていうことですよ。 例えばですけれども、かいつまでちょっと言っていくと、今回の地震っていうのは、あの、東日本大震災の次に当たるぐらいのレベルだと。なんでかというと、規模としてはそこまで大きいとは感じてないかもしれませんけれども、熊本地震と比べると、ルートが、あの、限られてくるので、支援がしにくいということで、そういうふうにおっしゃっているんですね。そして、えっ、ー、と、プッシュ型の支援。 プッシュ型の支援を岸田総理もおっしゃってましたけれども、47億円、あの、補正予算から物資のね、支援をしていきますっていうことを大々的にそれを言っていますよね。それですけれども、物資は届いてますと。物資は届いてるんですけれども、それを仕分ける人が足りないという、まあ、毎回震災になってくるとこういう話題になりますけれども、 やっぱりそういう、岸田総理からすると、もう物資は送ったんだと。こんだけお金使って物資は送ったんだから、もうこれでいいだろ、お,お前らは、ということで終わらしてしまいがちなんですよ。だからそれが現場を見てない総理大臣とかの、あの、態度な、なんですよね。だから現場を見てくれっていうのは、そこ、そこが違うんですよ。そこが、 解決できないんですよっていうことを分かって欲しいから現場見てくれって言ってるんです。物資をどういうふうに配分するのかっていうのが、あの、なんですけれども、避難所で避難している人だけが避難、あの、被災者ではないよということなんですって。まあ確かにね、僕らもそこまでやっぱりここの被災地にいてない状態だとそこまで気づかないんですよね。 あ、被災者に届いているんだな、物資は。みたいな感覚で言っていてるじゃないですか。でもそうではないんだよと。やっぱり、あのー、子育てでみんなに迷惑がかかってはいけない人だったりとか、ペットを入れて、あのー、遠慮している方だとか、で、車で避難されている方だとか、もういろんな方が、いろんなタイプがあるんですね。被災者っていう、もう十とい色ですよね。こんだけある方々を、 みんなを、あの、誰一人取り残さないで、あの、生きてもらおうと思うと、ちゃんとした配分をしないとダメなんですよね。そこにはマンパワーが必要ですと。だから人を送ってくれと、いうことを言ってはりますと。そして、えっ、ー、と、保健師さんを、あの、各市町村、あの、お役所にいてはりますけれども、もしも、あの、 あの、余ってる、余ってるって言ったらおかしいですけれども、あの、余裕があるか、あるんだったら送ってくださいということですね。避難所にあの必要だということです。その被災地での、あの、職員、職員の方、公務員さんとかですよね。その公務員さんとかが、えっ、ー、と、24時間寝ていない、2日3日徹夜の状態っていう方もいてますと。 もう、そんな状況になってるってことは、人が足りてないってことなんですよ。だから、行くなとかではなくて、あの、もっと送り込んでくれっていうことなんですよ。あの、マンパワーが必要ですから送り込んでくれということなんですよね。ここを放置してはいけないと。えっ、ー、と、皆さんに、あの、山太郎さんもそうでしょうけれども、こう質問するときに、えっ、ー、と、何をやってほしいですかっていう状態っていうのは、 あの、目の前のことで精一杯の状態の時にそういう質問をしてもパニック状態なのでちゃんとした答えは何が必要かって言われても答えられないですっ確かになと思います。明日の家族の食事は明日の住民への食事の提供は頭に浮かぶのは目の前のことだけですと。あ,あ、そうですよね。何が欲しいですかってその場で聞いたところで出てこないんだから、あの、私たちは言ったことをちゃんと あの、提供していますって言っても、それでは対応ちゃんとできてないんですよ、と。本当に必要なのは、な、なんなのかって、後になって気づくことが多いっていうことですよね。あと、えっ、ー、と、いつまでにできるのかっていうのを、えー、あの、見通しを示してくれと。でないと耐えられないと。例えば、元旦から皆さんお風呂に入っていないと。見通しだけでも教えてほしいと。 そうですね。避難所で、あの、灯油で暖を取る被災者の方がいてはりますと。いつ灯油が届くのか見通しがあれば節約しながらなんとかしのぎますっていう、そのような状態なんですよね。そういう見通しをやっぱり示してほしいっていうことですよね。まあ、わかりますよね。そういう。言われてみないと僕らにはわからないんですよ。だけど、やっぱり、現場の声をやっぱり聞かせないとね。 そしてこの災害で、あの、政府に一つだけ何でもやってくれるっていうのは何を望みますかっていう質問をしたそうです。そこで出された要望で、あの、国のお金で自宅を作ってほしいと、自宅を再建してほしいっていう人はいなかったということです。で、出された要望は、水、食事、トイレ、お風呂、電波っていうのが、まあ、多かったんですと。 私たち、普通に使っているもんですよね。水、食事、トイレ、お風呂、電波。私たち、げん被災者じゃなかったらこういうことわからないんですよね。亡くなってみて、本当に必要だからこれ言ってるわけですよ。あの、与野党の議員が視察をすることを控えているっていうことを、それについて被災者の方に聞いたそうです。 そしたら、え、意味がわからないんですけど、どうしてですかヘリで来ればいいじゃないですかという意見が相次いだということです。だから、あの、やっぱり被災地のことっていうのは、やっぱり国会議員、総理大臣や政治家っていうのが、やっぱりあの、来てほしいんですよ。まあ、昨日も言いましたけれども。見捨てられたと思ってしまいますよ。私たちの生活はどうしてくれるんだと、思、思いますよ。 本当に。あの、NPO の方々が、おまあ、おっしゃってるのは、えっ、ー、と、熊本地震以上の災害関連死を出す恐れがあると懸念しているそうです。えっ、ー、と、その危機感が、あの、政府や長田町にはないんじゃないかと言われています。それは何かと言いますと、あの、発災の時期ですって。東北の震災は3月でした。 熊本地震は4月でした。春に向かっていって、もしくは春に起こった災害でしたと。で、ですけれども、能登の、能登の半島の地震は元旦ですと。これからさらに厳しい寒さに向か、向かう中で起きた災害です。しかも、能登半島は豪雪地帯です。で今日から雪が降り始め、明日には積雪予想20センチの市町村もありますと。 本当にどうする、どうしますっていうことですよ。もうお金だけじゃないんですけれども、もう、まあ僕は勝手に思うのは、もうとりあえず能登半島からもう全員どうにかして、もう移動してもらうことがいいんじゃないのっていう、僕は勝手にそう思ってしまいますけれども、それも難しい話なんだろうと思うんですよ。 遠くにいてるからそういうことがね、あの、簡単に言えてしまいますけれども、現地の人からしたらそんなこと無理やと、絶対言われると思うんですけれどもね。あの、本当にね、仮設住宅が建てられるのはいつですかと言ってますよ。ゴールデンウィークよりもそれよりも後じゃないでしょうかと。本当にね、もう先のことが見えないっていうのが一番やっぱ不安ですよね。 だから何とかしてほしいっていうことです。もう、本当に。何とかするっていうのをどうしたらいいかがわからないですけれども、だから、現地に行ってほしいって思ってるんですよ。でないと危機感がないでしょあの、昨日国会議員全員現地に行けやって言っちゃいましたけれども、国会議員全員が行くっていうのは本当に極論なんですけれども、そんな大勢行ったらほんまに邪魔なんで、そんな行かんでいいんですよ。じゃ、だけれども、それぐらいの気持ちで、 追ってもらわないと解決しない問題ですよと。これも人の命がかかってる震災なんですから、あの、それを守るっていうのが国の役目でしょって。それを見捨てるっていうんだったら誰にでも総理大臣できるんですよ。見捨てないっていうことなんですよね。見捨てたらダメなんですよね。行かなかったら見捨ててるのと一緒になってしまうんですよ。なんていうんですかお金だけ送っとけばいいやろって思ってしまってるでしょ そうで、それでは足りないっていうことなんですよ。足りないから、本当に人間らしい生活を送ってもらわないとダメなんでしょそしたら、やっぱり手厚い、あの、サポートが必要になってくるわけですよ。あの、山太郎さん本人の写真も載せて貼りましたけれども、やっぱり松葉で付きながらの聞き込みなので大変だったんだろうなと。あの、邪魔なことはしたくないって思って、 行動されてるだろうなと、もうすごいこう、気を使いながらの行動だったんだろうなっていうのがすごくわかります。また続報があれば、あの、投稿したいなと思います。以上です。ありがとうございました。